それでは皆さん、いつもね、僕ぶら下がった状態から肩甲骨剥がしやってるんですけど、これをね、棒を持ってやると、ああこういう感じになるんですよ。肩大丈夫って聞かれるんですけど、意外と大丈夫。このぐらい手幅が広かったら、でもね、本当に体操のスペシャリストがやったらすごいんですよ。どういうこと？